ビズリー不動産プレゼンツクレイジーアスリート MC の DJ ケチャップです。さあ7月のクレイジーアスリートは東京オリンピック特別バージョン、とっても豪華なゲストの皆さんにお集まりいただきました。まずはこの方です。バレーボール元女子日本代表、ロンドンオリンピック銅メダリスト、竹下佳恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。続いて柔道男子元100キロ超級、シドニーオリンピックの銀メダリスト、篠原慎一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして最後です。バドミントンの女子ダブルスでリオオリンピック金メダリスト、高橋彩香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は3人だからこそ語れる、そんな空間でね、いろんなオリンピックの話聞かせていただければと思います。オリンピックというのはいろんな世界選手権、ワールドカップとはまた別の違った雰囲気があるって言うんですけど、竹下さん、やっぱり違うもんですか？なんか独特ですし、チームジャパンで戦ってるっていうのをすごく感じる、オリンピックですよね。バレーボールだけじゃなくって、やっぱり柔道、バドミントン、いろんな競技の方たちが選手村にいて、はい、でやっぱり柔道は先にこうメダルをどんどん出していく競技で、確かに、それで選手村とかにも金メダル何個とかこう貼られていくんですよ。へー、そうするとなんかこうこっちも刺激をもらうというか、頑張らなきゃっていう思いにさせてくれますよね。柔道の世界選手権っていうと柔道だけじゃないですか、うん、バレーだったらバレー、バドミントンだったらバドミントン、はい、ところがやっぱオリンピックってなると全競技なんで、はい、日の丸を背負った全競技なんで、メディアの数が違いますし、注目度が違いますもん。高橋さん、このお二人の意見聞いていかがですか？いや、まさにそうだなって思いました。まあ、5年前はバドミントン最後の方にこう結果が決まっていったので、はい、こういろんな方のこうメダル獲得の名前とかを見るたびに、なんかもう、あ、もう終わっていいなとか、そういうのにやっぱ刺激されていたので、全然やっぱ普通の大会と違うなとは思いました。皆さんにはオリンピックにまつわるこの珠玉の一品をご用意くださいっていう風にお願いしたんですけど、ちょっとご用意いただいてますかね。じゃあちょっと竹下さん。私はメダルしか今持ってないですね。うわー、いやー、でもこの銅メダルは長い間こう苦しんだ日本女子バレーが久しぶりに取った価値ある銅メダルじゃないですか、竹下さん。バレー界もやっぱり東洋の魔女と言われていた東京オリンピックの時からやっぱ金メダルとこうやっぱり歴史のある競技だったところから、やっぱりいけないこともありっていうところではすごく、まあ、銅メダル大きかったなっていうふうには思いますね。その時の瞬間って覚えてます？瞬間あんまり覚えてないですよね、これがね。まあアスリート、なんかそういうことを言うアスリートもいますけども、なんかもう無我夢中で気がついたら終わってたみたいな。なんか最後迫田選手にポンってトスを上げて決まって、あ、終わったっていうなんか安堵感はありました。じゃあちょっと高橋さん、はい、珠玉の一品見せていただいていいですか？なんかオリンピック決まった時に、うん、高校からの親友にもらった、うん、このアルバムを作ってもらって、こう私の今までの
高校からの、まあ、奇跡というかそういうのをこうやってアルバムにしてくれて、こうめっちゃこう写真とかもこうやっていっぱいこうやってくれて、それをあのちゃんと現地にも持ってって、毎試合行く前にあこういうことあったなとか、あここでこういう辛い思いしたから今があるんだと思ってこう試合行ってたので、ルーティンみたいな感じで試合前には見てたんだ。あそうですね、あのこれだけは本当試合前に毎回見てました。うーん、おー素晴らしい。それではじゃあ篠原さん、珠玉の一品。いや本当ね、竹下さんや高橋さんの後に本当にあれなんですけど、うん、ないですね。えというのは、はい、例えばその柔道着であったり、はい、オリンピックで行くときにあのそのユニフォーム、うん、まあ、ブレザーとかあるじゃないですか、うん、僕はもうすぐあげちゃいますね。全部、うん、あの例えばシドニーオリンピックの決勝できた道具あるじゃないですか、はい、あれもあのスーツケースにこう畳むじゃないですか、うん、これもう荷物いっぱいでもういらんわ、こう誰かにあげようかなっていう話をしてたら、当時ね井上康生がいやぜひくださいと、いやじゃあ持って帰ってくれってことであの渡しましたね。これなぜあげるかって言ったら、うん、このまず家に置いとく場所もないっていうのも一つなんですけど、うん、あのほら後輩たちがねそのもらうことによってよし僕たちもオリンピック行くぞっていうその頑張れる一つの要因になってくれたらいいなと。なるほど。家の中もすっきりあの後輩たちも喜ぶという。なるほどね、はい、次世代に託したということですね。そういうことです、はい。